分。鼻かゆくん。鼻かゆくん。プリプリくん。まあそっか。うんちプリプリしたの？うんちプリプリしないよ。そんな可愛い音出ないよ俺。びっくりするもん、爆発音みたいな。3、2、1ってカウントダウンしてくれるから。だいたい1の時にはもう出てるから。あ、出ちゃった。そう、3、2、あ、出たっていう。我慢できないんだよね、いつもそれ。開幕汚な話題。開幕の話題汚すぎる。はなはな、こんにちは、ゆんです。どうも、シルクです。ということで、今日はですね、もうここに出ちゃってるんですけど、うん、これについてちょっと話します。はい、あのね、最近弟の YJ くんがいるんですけど、はい、私が12月5日に誕生日で、その前日がその弟の誕生日なんですね。うん、すごいね、近そう、1日おきなの、うん、で、だいたいまあ誕生日をさ、一緒にされたりするんだけど、うん、毎年悩むの、男の子のタンプレってむずくない？うん、確かにね、難しいのよ。まあそもそも欲しいものが何なのかなんて分かりづらいからな。うん、だって女の子だったら、例えばじゃあ自分じゃ買わないようなデパコスとか、うん、お洋服とか、うん、同性だからこそこう欲しいものを考えやすいんだけど、今年何あげようと思って。デパコスってデパートコスメで合ってる？合ってるよ。あ、よかった、よかった、おじさんじゃなかった。よかった、よかった。危ない、あれデパコス、そうだよなと思って。うん、危ない危ない、よかった。でね、シルクくんに相談したんですよ。YJ 何あげよっかな今年みたいな。うん、そしたら前回買ってるものも俺知ってるし、うん、その時にちょうど買い出ししてる時に俺もいたんだよね、うん、だから前回あげてるもの分かるからこそ、今年何にするんだろうなってなってたっていう。そうで、なんか趣味とかはみたいな、うん、こういろいろ聞いてもらって、スマブラじゃないみたいな。うん、そうだね。なんかね、なんかの時にね、お姉ちゃんがスマブラ強くなってきてるから、僕も負けないようにやらなきゃみたいなこと言ってたんだよ。そう。なんかそれをツイートかなんかで見て、ね、あ、そうか、もうポストか。ポストで。見たの。で、見た見た。実はね、俺の家の実家来た時に、うちの父さんとやったりとかしてたんだよね。そうだね。それで、なんか、俺の親父とね、結構均衡してるのよ、実力が。うん、すごい盛り上がってたよね。めっちゃ盛り上がってたの。で、なんか楽しそうだな、みたいな。その時の記憶が俺鮮明にあって、うん、プロコンじゃねって話をしたの。そうで、YJ 何使ってたっけな、うん、で、勇者だって言って、そう、勇者っていうドラゴンクエストのキャラを使ってたんですよ、うん、で、スマブラって一つのキャラで、例えばドンキーコングがいたとしたら、みんながドンキーコング選んだらさ、もうドンキーコングまみれでわけわかんないじゃん。スマブラってカラーでもう自分の色これねっていうのが指定すれば、まあ見やすくなるんですよ。ドンキーコングでも茶色、黒、金色、ピンク、緑とかいろんな色が、勇者にもいろんな色があるんだけども、勇者は色だけじゃなくてドラゴンクエストの主人公自体が変わるっていう。8でもあるし、ドラゴンクエストのその主人公ごとになってるんだよね、うん、カラーが。で、YJ の使ってた勇者何個かあったけど、勇者といったらなんか確かにこれっぽいなっていうカラーをプロコンに落とし込みました。はい。全部説明してくれた。でね、俺もね、作ったことあって実は、うん、プロコン。俺スマブラ結構ちゃんとやってるっていうのもあるから、うん、自分のやつを作って、これですね。かっこいいよね。こちらです。真っ黒のプロコンがね、こうやって、フィッシャーズって僕のね、グループの、アイコンを入れたりとか、こういうことがね、可能なんですよ。で、後ろにね、シルクロードって入ってるのね。もう、スマブラちゃんとやってるからこそ、うん、自分の武器を一個携えておきたいと。うん、哀悼みたいな感じ、本当に。で、コントローラーのプレゼント、結構喜ばれるんじゃないかなと。そうだね。いうことで、はい、YJ 仕様のプロコンを塗装していただきました。ありがとうございます。俺がね、お世話になってる山吹さんっていう方がいて、その方がやってくれました。山吹さん、ありがとうございます。ありがとうございました。 YJ のね、特徴とかもやり取りして、うん、知ってもらって作ってもらいました。ちょっとね、見てほしいわ。めっちゃいいのよ。最近さ、この夫婦でもね、スマブラをやるからこそさ、うん、シルクくんがこの使ってるコントローラー見てかっこいいなと思って、うん、自分のね、やつがあると。そうそう、しかも本当にね、コントローラー自体にいろいろあって、やっぱね、自分ので慣れ親しんでるスティックとかでね、うん、全然ね、その使ってないプロコンとかと全く別なの。もう車と同じ、うん、あ、これ違う人が踏んだあのアクセルだなとかって分かるじゃん。まあ俺知らねえんだけど、うん、あるじゃん、それね、うん、そう。気になってるのか。気になってんのだね。これちょっと YJ 君の自分のものにしてほしいという。YJ ね、スマブラ強いんだよ、うん、ね、やってるよね。そう、俺強いんだぜって周りで言ってる人たちと戦ってても、うん、一番強いから、その周りの中で。ああ、それはすごいな。だからもっと頑張ってほしいなって。確かに、シルクくんみたいにちょっと、うん、ぜひとも、ね、
最強になってほしい。確かに。との意味を込めて開けます。3、2、1、ふぅ、じゃーん、こんな感じになりました。見て、すごくない？すごい、すごい、かっこいい。めちゃくちゃ勇者ね。で、ここに YJ って書いてあります、真ん中に。で、裏が色がめちゃくちゃ勇者。そしてこちら、これはね、シルクくんの案だったんですけど、ハッピーバースデーって書いてあって、日付が書いてあります、すごくない？ YJ が現れた。そう、ドラクエのね、コマンドとか吹き出しみたいなところがあるんだよね。文字盤がこう、文字が出てくるところがドラクエ仕様になってる。まあ、私も8やってたわ。それすごいよね。うん、8全クリしてたよ。マジで？ヤンガスとかジェシカとかね。あれがドル、あの、なんだっけ、ガルマッゾだっけ、ラスボス。変なさ、ピンク色のクネツ。なんかいっぱいいて分かんない。あ、そうか、こんなやつ。そんないっぱいいたな、そんないっぱいいたな。これは喜んでもらえるんじゃない？まあ、これはちょっと YJ って書いてあるし、うん、でもう勇者のカラーだし、そう、後ろにね、ハッピーバースデーと書かれてるし、 YJ が現れたってなんかいいじゃんね。そう、字体とかも本当ドラクエのに寄せてもらったりとかして、結構こだわりました。で、私はどうしてもこの年の誕生日にあげたものだよっていうのをどっかにね、証明したくて、2023年12月4日って記してもらいました。うん、いつあげたかこれで分かりやすい。そう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 、これは、これは一生もんよ。これはいいよ。だって塗装してくれてる方も本当にスマブラの前スマっていう、ちゃんと大会とかでコントローラー作ってる方だな、塗装してる方だな。すごいよね、ちゃんと本当に有名な方。すごいよ、贅沢よ。俺もプロのスマブラの方に俺教えて、うん、紹介していただいて俺も作ったの。だからもう本当にみんな知ってる方が作ってるやつです。すごい、ちゃんとしたやつ。私も持ってないのに。そうだって、これさ、俺作るって話になっていいなーって言ってたもんね。いいなー、自分のは作らず弟に作るっていう。そう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 、これを作るまでにもね、シルクくんがずっとやり取りをしてくれてて、うん、そうそうそう、いえいえ全然、弟のためにだから YJ くんのイメージとかも送って、うん、うんうんうん、そうそうそう、したら、あ、わかりました、ちょっと柔らかい感じですねみたいなのも、うん、なんかいろんなそういうのも落とし込んでもらって。すごいよね。そうそう、これを後日渡そうと思います。リアクション見たいんで。YJ 見てるか？リアクションマジで見たいから、ちょっと撮ってきて。撮ってくるね、うん、見たい。いや、これは予想外だと思うな。まさか姉からのプレゼント塗装プロコン来ると思わない。頑張りたいって言ってたからね、これだと思って。やっぱ才能がある人は続けた方がいいですから。うん、いや、いいね、いいね。早く渡したいもん、楽しみ、ね、どういうリアクションなのかマジで見たいね。ちょっと私もさ、 YJ が持ち歩けるようにさ、うん、このケース買おうかな。あー、これか。これめっちゃ便利よ。俺これスマブラのタクオフっていう家で練習、誰かの家で練習したいとか、うん、まあ、自分の家とかでもそうなんだけど、あと他の場所でなんか試合みたいなするときに持ってって。いいよね、これ。これめっちゃいい。だってさ、YJ が友達とやるときとかでもさ、うん、でも多いな。でも多いな。でも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 さ。マイプロコンとして持ってけるんだよ。そうだね。かっこいいじゃん。だからハードケースだし、マジでいいのは、うん、中にタイプ C タイプ C のコード入れとけば、すぐね、登録できるから。へぇ、あ、ほんとだ。へぇ。で、俺はゲーム実況すぐ撮れるように、ここにマイクロ SD 入れてるっていう。そう。準備よ。そう、リプレイとか保存した後で反省できるように。すごい、意識高めな。そりゃ上手くなるわ。じゃあ私もこのケースを準備して、いい、うん、急に渡したいな。そうだね、うん、う、見たいな。見たいな。誕生日ちょっとね、過ぎちゃってるんですよ、うん、だから多分びっくりすると思う。逆にないなと思ってるから、ね、そうそうそう、まさかこんなね、ここが徒党を組んでやってると思わない。タッグを組んでやってた。はい、じゃあ後日渡してきます。お願いします。はい、ありがとう。作戦決行だ。今までね、こそこそやってきたのでちょっと緊張するんですけど、あっちの部屋でね、今日もいつも通り編集してくれているので、いつも編集してくれてありがとうっていう気持ちとともに、誕生日お祝いのプレゼントを渡せたらいいなと思います。2023年はね、ソロ活動になって、もうほぼほぼメインでずっとね、私の動画を編集してくれてて、すっごく助かったので、その感謝も込めて、今回の誕生日はね、いつも以上に特別な時間もお金も愛情もこもったプレゼントを贈ろうと思います。いや、絶対バレてないと思うんだよな。で、プレゼントをちょっと渡すの遅れちゃってたので、もうないなって思ってると思うので、お姉ちゃんも忙しいし、まあまあまあって感じで多分思ってくれてるんだけど、実は裏でこんだけいろいろ用意してました。じゃあ机の下にね、こんな感じでラッピングしたこの子を隠して呼んでいきたいと思います。よし、じゃあ隠したので呼びます。3、2、1、
わーいぜー呼んだかーい、カモンカモン、座ってください。はい、どうしました？突然私たちすっぴん似てるって言われるでしょ。はい、私のメイクを YJ にしたらどうなるのかなって思って。はい、ぜひお願いします。今からメイクしようと。今から今からうっさびょーん。あ、びっくりした。飛ぶんだけど、あなた黒いから黒服がでは目をつぶってください。はい、ちゃんと。あ、はい、はい、目をつぶってください。はい、あ、ママが服貸してくれるって。あ、マジ？あ、じゃあ着替えますちょっと私が白だね、 YJ が黒だとカメラの都合上飛んじゃうんです。いきなり呼んだからね。よしよしよし、お待たせしましたいいじゃん、アメリカン。いいじゃん、ママの服それでは目をつぶってください。はい、あわわわって言っといて。あわわ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 それでは目を開けてください。いいんですか。はい、せーの。はい、誕生日おめでとう。ありがとう。おめでとう。もうないと思ったでしょ。え、もう誕生日忘れてた。忘れてた。まだ渡してないんですよ。え、やったー。はい、ポケモンだ。何、開けてみて。え、何これありがとうございます。開けさせていただきます。はい、ふっ、何かな、何かな、何でしょう。え、触っても全然わかんない。え、何これ、硬い。せーの、バッて。おや、なんだ。おや、早くね。あ、はい、いきます。せーの、バーン。うわー、わー、何これ、なんだこの形は。この形はこうやってモテそう。え、何これ、何これ。ポケモンだよ、ピカチュウだよ。何、せーの、バーン。まだわかんない、まだわかんない何じらされる。なんでしょうかね。いくよ、せーの、バーン。見て、自分で。ん、なんだもうわかったよ、これ。え、ただ何のキャラクターかわかんないあー、なにこれなんだ。いくよ、はい、せーの、バーン。うわー、なにこれ、かっこいい。なに、見て。裏も表も裏もやばい、視聴者さんは何にもわかんない、まだ説明して。はい、見てください。 Nintendo Switch のプロコンです。そしてここに YJ って書いてあります。まずここに1回びっくりしたら、裏にまさかのでーん、メッセージ付き、 YJ が現れた。ハッピーバースデー、イエーイえ、しかもさ、俺さ、あのプロコン持ってんだけどさ、最近このスティックの調子が悪くて、なんかスマブラとかも勝手に入力されちゃったりすることがあるの。大事よ。そう、ちょうど最近スマブラゆんちゃんがハマって強くなってるのを聞いてやりたくなって、ちょっと最近やってんですよ。そう、それをね、 X でポストしてたから。はい、した。お姉ちゃんがスマブラ強くなってるらしいからみたいな、はい、僕も練習しようと思うみたいなやつをしてたの、はい、しました。それ見て、あ、今年の誕生日これかなみたいなすごい、ってか、え、こんなの作れるの。そう、え、すごっ。で、これはシルクくんにも相談して、はい、そしたらシルクくんがね、自分の専用プロコンを作ってて、それはどうみたいな提案をしてくれて、一緒にデザインを考えてくれました。もうセンスの塊すぎそう、遊び心がやばいでしょすげえ、うわー。で、持ちキャラの、あー、ほんとだ今ほんとだ今ですか。本当だ、ポケモンに入ってたからポケモンの何かかと思ってたけど、そう、あれはフェイクです。フェイクか。うわ、すごい。これ、あの、僕がスマブラのメインキャラで使っている勇者のデザインになってます。そうです。すげえ、ヒーローだ。でしょ、やばい、これ早くやりたいで、勇者もさ、4種類ぐらいあるじゃん。あるね、あるあるある。どれかなと思って、はい、で、なんか気分で変えたりするでしょ。ほぼ一緒。ほぼ一緒。ほぼ一緒。アルス、わかんない、なんかトギトギの、あー、トギ
時のマントついてるやつ。多分こんな色だったと思う。そう、アルスです。すげー今年の誕生日プレゼントは YG 専用の優勝プロコンです。これはやばいやばい自分じゃ作れないから、こんなの。これはもうね、シルクくんが全部やり取りをね、してくれました。いやー、この塗装をしてくれる方と。シルクさんもありがとう嬉しい。で、こだわりもう一個が、はい、後ろがこのドラクエの文字みたいになってて、うんうん、日付書いてあるんだけど、はい、いつの年の誕生日にあげたのか分かるように2023年12月4日って書きました。うわー、やばい。これは記念でしょ。いや、もうめちゃくちゃ記念。使うのもったいない。いや、もう壊れちゃうから使いたくないでも絶対使って。これは使うわ。もうこれで VIP 目指そうあ、そんなシルクくんから伝言を預かっております。何ですか。では聞いてください。なになになに。いくよ。はい。いいか、それを持ってビップになれ。うわうわ、ちょうど今ビップ目指そうかなって言って。うわ、行く。これはいや、あの、そう、最近あの久しぶりにスマブラをまたやったタイミングで、うん、あのオンラインに潜ったらボロ負けで、もう5、6回くらい連続でずっと負けて、一気に戦闘力下がっちゃったいや、これやばいと思って、これからコツコツやってこうってちょっとやってるんですけど、うん、行きます勇者で行ってください。勇者で行きたい。もっと強くなっても欲しいし、もっともっとスマブラで遊んで欲しいなと思って。いや、じゃあスマブラの対戦もお願いします。あボコボコにされるんで、もうちょっと練習します私より全然強いんでね、彼は。いや、やばい。これは超嬉しい。ケースも。いや、もうこれやばいよね。だからこれで友達とやるときとか持ってける。マイプロコン。え、自慢しちゃうし。かっこいいでしょ。めっちゃ自慢する、これ持ち歩いて。めちゃくちゃ自慢する。え、やばい、嬉しい。いや、すごい。すごいでしょ。すごいすごいでしょ。うわー、やばい。私も欲しい。超嬉しい。やっぱここ最近で一番嬉しい。おー、今年一嬉しい。イエーイ、始まったばっかだけど。イエーイありがとうございます。はい、いっぱい練習していい年にしてください。はい、ということで今日は YJ にプレゼントを渡してみたという動画でございました。以上、ギュンと弟の YJ でした。それでは皆さん、今日も一日お疲れレーション。バイバーイ。みんなもスマブラやってね。ありがとう。シルクさんもありがとうございます。おめでとうございます。うわ、めっちゃ嬉しいスイちゃん大成功だよ。絶対今日やる。